りする。なんか特にやってんだよ俺。モノマネの方がクオリティ高いな。何がクオリティ高い？じゃあ、あれだ、あれだ、あのご本人のあの一発の持ち歌があのもう擦りすぎてアレンジ強すぎて良さ薄れちゃってあのがっかりするってやつだね。ヨウジンさん、ヨウジンさん、ここでさ、分かるでしょ。ここでさ、ラムさん分かるでしょ、これ。分かる。ヨウジンさん、もうオーヤンフィフィのラブイズオーワーのあのアレンジ強すぎてもう原型なくなっちゃってるやつ、俺もうすっげえがっかりした。ヨウジンさん、そこでさ、あの雄たけびとかここでやっといて、僕あのおい、うん、それコスプレイヤーとしてちょっとスキルがダメだね、身についてないぞ。ダメ出しされてるからないですか、野生的なダンスとか。ご本人からのダメ出しを受けて、いやそこで野生的なダンスを披露しといてもらって、モノマネの人がで僕が本人登場で裏から出てくるから、ご本人もうモノマネの人が買おうとしてるから止めてあげて。レイカさんそっから見といて。いいアングルでしょこれ。これいいかな。ちょっと待って誰も動かないで。今誰も動かないで今さ。いやちょっと待って。ご本人登場やりてんだ。ちょっと幼稚園こっち側にあのカメラだけは動いちゃった、ダメ。今すごい。かっこいい格好してたわ今幼稚園が。俺じゃないのかよ。あ、いいね、横向いて階段で横向いたらいいわ。いいね、そうでこっちカメラだけこっち見て、いい、ドクさんの味もちゃんと出てる。いい、あ、いいな。ちょっと待ってこれ笑ってるぞ。今あげるから。どうしたの。おいね、いいね。あ、いいね。あ、いいね。ドクさんもガズい。2人とも顔出しててちゃんと。そう。だから引っ込めないで。いいよ。引っ込めないで。4万円めんどくせえ。もうずっとこれなんだよ、ラムさん。助けて。いいよ。やだ。若さって。若さってやだ。ほんと、くまっちゃうわ。おい。くまっちゃうわの瞬間に、馬の飼育費、結構払ったんだけど、今。邪魔だよな、ほんと。罰金だよ、ただ。罰金なの？罰金だよ。いやー、ビッグバレーなのにね、アウェイ感えぐいぜ。ビッグバレー、飼料組合じゃなくて、ビッグバレー、動物園で変わったね。いいよ、取るよ。はい。動物の割合えぐいっすね。めんどくせえ。めんどくせえ、この二人。この二人めんどくせえ。なんだ。なんなの。いやーもうユウスケさんの縄が。ユウスケさんの縄が今すぐ必要だ。そう。二人を早くそう縛られてるよ。この家ごと燃やされるんだろうな。どうした。どうしたん。もういいよ。どんな感じですねこれ。ああ。ドクさんも顔出してみて。かわいいけど、あ、戻りますじゃあ、うん、はい。よ。なんなんこの二人。ちゃんと表同じ格好して。表情硬いよでも幼稚園。まだかもっといいよ。レベカさん気をつけた方がいいよ。あの乗っ取られるアライグマミンキーさんに。そうだよ。いやもう解散しようかなっていう話をしてたよさっき。実は2個この感じ。くまっちゃうな。くまっちゃうな。公認しようとしてたからもう俺ミンキー団解散するわっつって。ドクさんミンキー団招待して。はい。きます。トン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 。おわっ、くっせー。妨害だよ。くさくさくさ。あいつは本当に動物の敵だな、やってることが。いや俺じゃねえって、あいつだろ絶対に。外のあの狩猟組合のやつだよ。くっせ、このホテル、くっせ、獣くせ。どこだ、あれ、ちょっと待ってくださいね、ラムさん。あ、まだね、そこまで行ってないんで、とりあえず、招待しても。あれ、どこ、
なんで幼稚園出てきた？どっから出てきたの？あ、本当だ。あ、これラムさんだ。あ、違う、幼稚園なのこれ。いや、紛らしい。見た目が。え、ちょっと待って。俺も黒、同じとこ入るから。ドクさん、招待して。あいつさ、おい忘れてんだよな、完全に。ドクさん、自分のしたいことで盛り上がっちゃって、忘れてる。これがね、これがリーダー資質のないところです。もう、どこあ、だから同じセッションにいないから、はいはい、どっから行きますね。だから、プレイヤーのフレンドで私を選んで、招待して。フレンドから行けるはずですよね、フレンドのとこから。ラムさんのね、名前がない？ R がね、まずない。あ、ちょっと待ってよ。そしてオフラインなんじゃないの？オフラインになってんのかな？これで出てきた？ちょい待ちで。よいしょ、ラムさん。あ、出ました、出ました。出ました。出ます。はい、飛ばしました。どうだよ、幼稚園。話は終わってねえぞ。脱いだんかよ。じゃあ、幼稚園が裸足になって、ドクさんがサンダル履いて。絶対やだよ。いや、覚悟が違えんだよ、このスタイルを貫いてきたよ。うん、もう足の裏カチカチだもんな、俺。ちょっとサンダル履いてみて、どんな感じになるか。試しに履いてみてよ、ドクさん。履いてみてよ。サンダル。文明が襲ってきてるよ。サンダル履いてみよう、みんなで試しに、うん、試しに履いてみんの、うん、サンダルなんかあるの？でもサンダルあるよ。サンダルですか？うん、ちゃんとあのドクさんカラーもあるよ。マジっすか？うん、食いつき変わってくるよ、それは。うんち色のやつね。うんち色って言うなよ。ちょっとうんち色って言われてるのかな。うんち色の、俺うんち色のトータルコーデ。ゆるい時のうんち。うわ、最悪の表現じゃん。今日も俺の朝一じゃん。あれ、それは言わなくていいやつだな。いや、まあ追加なんでマンザニータ。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 ちょっと待って、ストロベリー。そんな簡単に買っちゃうの？うん、買えよ。幼稚園が買ったんだぞ。お前は買わねえつもりか？ん？ちょっと待って、今。櫛どこにあんの、みんな。あ、ほんとだ。あ、かわいいじゃない。全然、うん。サンダルの方がいいんじゃね？素足より。うん。あれ、どこ行った、みんな？あった。ほんとだ、ほんとだ。ありがとう。あ、いた。つげの櫛。いいよね。これサンダル履くとちょっと身長高く見えたりするのかな。いや、ならない。見えん、全然見えん。前はだって言うブーツ履けばいいやん。ブーツなんて恐ろしい。どれ、ドクさん買ったのサンダル。個性潰しアイテムですからね、あれ。ほら、別に全然履けるじゃん。ちょっと明るいとこで、ほら。貫いてきたものなんてすぐ見せて捨てれるじゃない。あ、いいや、似合ってるじゃん。ほらサンダルの方がいいよ。似合ってるよね、サンダルの方が。サンダルの方がいいし。あら、そう。うん、次はなんか上着着ようか。だってそれだんだんちょっと染まって感じ。まあ、いやラムさん、まずはね、ベスト、素肌に、素肌にベストから行ってみたらいい。ああ、そうベストいい。素肌にベストならちょっとワイルドなのがあるから。ハードル高ないですか？あのね、ちょっと着て、ドクさんね、あのモフモフしたのついてるやつあるんだわ。ああ、そうそれが多分あのライオンのたてがみに見えなくもなってる。マジかよ。そう本当ですか、それ。ちょっと見たい、うん、これはちょっと気絶にならんな。あの縦襟のね、あの先にモフモフついているからね。みんなで入る？クワードローブに。ワードローブ入ります？みんなで入ったら入れるよ。とりあえず、何それ、ライオンの盾が。モラレスベストだ、これ、うん、モラレスベストね。モラレスだっつうんだ。モラウス、モラ出た、負けたくないやつ。ああ、これか。出たスペシャルって書いてある。モラレスね、どっか。モラレス、モラレスだってんだ。俺の大好きなカラーリングないんじゃない、これ。大丈夫か。
あるだろう。ゆるいうんこ色あるだろう。ゆるいうんこ色っていう表現やめろよ。俺ゆるいうんこ格好で着なきゃいけないでしょ、これは。あるじゃない、真ん中にあるじゃない、ゆるんから。いやいやいや、これ本当に調子悪い。だってこれ草食獣のゆるいうんこの色だよ。ほんとちょっと緑もかかりすぎだ。緑も入ってるからね、確かにそうだ。マジでこれ、これ57ドル払って、いい、俺はうんこってコーデをするわけなの。じゃあそんなわけないだろ、うんこなんて言ってない。俺、うん、文明に近づいたのよ。そうだよ、ちょっと一回着てみろっつんだわ、うん、これ今着たんかな、これどうなってん、これ。あ、着てんな、着てるわ。どれどれ、ちょっと見せて、ちょっと見せて。きついよ、でもちょっと見せて見せて、どこどこ。いやでもいいじゃん、きついよ。あーでもそっちの色じゃなかったかな。じゃあ157払ったんだよ今。もう一個のちょっと濃い色の茶色の方がかっこよかったかもしれない。おいおい。どれどれ。おい、似合ってないってドクさんしっかり言われたよ。ドクさん、その違う、そのドクさん、ポンチョ外してみ一回。ベストだけに、ベストだけになってる、うん、最初のバターってお前寝るシャツだったな、別に。寝るシャツだったろ、うん、寝るシャツだったでしょ、お前。赤の。そこに座るって何。え、どういう。ドクさん、ちょっともう一回誘って。じゃあ、お前どういう感じ。俺なんだ、お前もか。入れてない。入れてないですか。ちょっと待って、もう、いや、もう俺がラムさん誘うわ。いや、やってねえよ、絶対。いや、やったって、やったって。やった、本当に。やったよね、ラムさん、僕。俺ちゃんと飛ばしたよ。うん、来たんだけど、うん、クリスマスキャロルになぜか入れてない。あ、何、もうセッションには来てんの。うん、セッションにいるね、うん、いや結構な。あのね、あれなのよ、あのセッション外にいる人に、あの民警団の招待飛ばしても、あのセッションに飛ば、あの呼ぶだけなのね。もう一回誘わなきゃなんだ。そうなんだ、民警団に誘うには。あれ、ドクさんがいない。いたいたいた。どれ、ポンチョ外した。ちょっと見せて。暗くて見えないな。うん、ちょっと待って。あ、 ワイルドでいいじゃん。いや、かっこいいと思うんだけど、俺いても色ちょっと違えなとは思うけど、かっこよくはなってんだよな。ただ独さんらしくはないね、やっぱり今までの。おいおい、今までのやっぱ積み重ね、今までの積み重ねっつうのはやっぱりあるわ。でもそれはそれでかっこいいんだよ。聞けよ、それはそれでかっこいいんだって。え、俺きついな、俺この肌に合ってない感じ。違えんだよ、お前の腹の出方なんだよ。いや、それはしたいの。前のお前だったらまた、あ、やっぱりイケメン出てきちゃったってなんだよ。お前ちゃんとした格好したらイケメンだなみたいなの言ってたじゃん、昔。俺自分でちゃんとした格好、今のお前の体型はねえわ、もうそれ。残念だけど。とことん潰しにくいんじゃん。劣化したな、本当に。劣化なんて。ドクさん、あれか、ランクと、ランクと体重を合わせていってる、もしかして。ランクと体重止まんねえじゃん。もうこれ以上ランク。つい、こと言うね。もういいよ。いいよ、いいよ、いいよ。手首が、手首隠れてる、ちゃんと。じゃあ隠してきてるよ、ちゃんと、うん。サスペンダー忘れるみたいな、あの、うん、18禁になっちゃうからな、動画。かわいい。2人は可愛い。震えてる、なんで ?2 人は可愛いよ。あ、そこ、酒がある、そこに。あの、向かいに。向かい？うん。あ、川の向こうに？あそこの樽あるでしょ。タル見えない、あそこに。はいはい。あれ、これイモさんいるじゃん。ちょっと待って、今そこに。おうおうおお。イモさんいるよ、イモさん。そこに今。イモイモさん。うまっせ、熱い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 。熱い。どこ？あ、本当だ。あそこに。いや。ほら、投げれないな。ゆうすけさんと今日フレンドさんのイモイモさんいるよ。イモちゃんいるの？ちょっと待って。今日の挑戦なんだろう。ここにいるよ。イモちゃんいる。イモちゃんいるじゃない。綺麗だな、ビアンカみたい。イモちゃんをあの民警団に誘ってあげて。
誘ったるか、うん、いつだよ、いつ、おお、鈴木刺さるお言葉、レベッカさん、おい、レベッカさん、なんだ、劣化しましたね、劣化したのかな、俺もしかして、劣化しちゃったか、いやー、俺もし、いや、俺劣化しちゃったか、劣化してるな、幼稚園、今ちゃん、登ったな、今ちゃんいる、すげえな、幼稚園、劣化したわ、ちょっと待って、イモちゃんを今滑るのを恐れるなよ、イモちゃんを、幼稚すげえ、さっきからすげえ落ちてる感じになってるよ。あれどこにいる、え、さっきもいなくなったよね、近く、いなくなっちゃった、あー、いた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 、フレンドに追加まずしなきゃなんない、幼稚さ、写真撮ってよ、なんか良くないこの写真、霧が濃いな、でも濃いな、どこにいんのみんな、いいじゃんいいじゃん、あ、うん、そんなとこにいんの、 BGM つけ、 BGM、 BGM、 ちょっと待って、おい、モノマネ芸人歌詞覚えてこい、ないまずまずふふふふふふ泣くせよ、ふふばっかり、ふふふ、んこんばんは、いもいもさん、ふふふ泣くせとったよお前、たまに、ちょっといい写真が撮れないじゃない。なになに、え、なに、俺邪魔、もしかして。俺邪魔、今いい写真撮ってほら。どこにいんのみんな。この上にいるよ。にね、方向をね、このストロベリーに届けてるんですよ。おたけびをね、聞こえるかい、みんな。これ、どうやって登るんだっけ、これ、順番に上がってきたら上がれるよ。ラムさん、ここから。え、そうです、お、こっちだ。両親、今聞いたか、順番に登れるよ。うおーし落ちてた。そう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 そ待って。ちょっとみんなちょっと離れてもらっていい、ドクさん以外。めっちゃ笑ってんじゃん。ちょっとドクさん以外みんなちょっと一回離れてもらっていい。はい、わかりました。ってごめんね。お近い。ってごめんね。今出すか。今出すから。お近い。今出すから。あれ？ちょっとドクさん。な、どうしたどうした。黒い人出てこないね今日。黒い人出てこないな。あなた今黒い人を産もうとしたのに。そう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 。いや自然もう普通にやんなよ。ちょっと声かけてくれよ。ええ。あ俺黒い人なんないじゃん。あれなんで？黒い人。あドクさんちょっとドクさんちょっと自分で投げて焼けてもらって一回。どんなこと言うのよ。自分で投げないと黒くなんないよ。わかったよ、うん、ちゃんとやってくよ、お願い、はい、どうぞ、うずうずうずし、落とせよお前、今井さんバカ野郎、おい、あ、これちゃんと落とせよ、ちゃんと落とせよお前、なんで屋根の上にとどまらせんだよ、ダイナマイト投げたのどんだけやってんだよお前、俺とお前ね、鈍ったな、本当に劣化したな、劣化したね、本当にね、うん、いや、あれ黒人来たの、レベカさんちょっと僕を吹っ飛ばして、これ黒い人だな、その発言すごいですけどね、ちょっと吹っ飛ばしてレベカさん、こっからちょっと待って、酒をあれして垂らして、それ垂らす、うん、垂らさないとだわ、ほいほい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、ちょっと待って、俺も残りがで行くから、あ、消えてた。ちょっと待って、ドクさん、打ってもらっていい？やろう。さよならだよ。ドクさん、打ってもらっていい？いいの？いいよ、打って。行くよ。いいよ。よいしょ。よいしょ。当たってないよ。かわすなよ。当たってねえな、お前。当てろよ。よしあっ、あんなボンバーマンなしだよ。ちょっと待って。ドクさん見せて、ドクさん見せて、今ドクさんを見せて、何を、あ、
これ、ちょっと待って、ちょっと待って、そこ置いて、なんでようとドキドキしたんだ今、それをちょっと置いてみて、なんで奥さんのドクターなんで、黒い人生まれねえな、今日。あれドクさん今日黒い人生まれねえな。黒い人誕生して何だ。ダメだって一日一回黒い人生まないと。なんでその今日の当選は。勝手に遂行すんなよ。黒い人出てくるくだり一回やんないと。じゃあ俺のワンデスがかかるわけでしょそれ。ちょ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 焼けたらいいんだ。自分で焼けたらいいんだから。じゃあ自分で火炎瓶で燃えてみっつってんのだから。普通にダイナマイト、ダイナマイト投げちゃったじゃん。俺にダイナマイト投げちゃったじゃない。じゃあ俺じゃん。お前結局俺ハゲてんじゃねえか。結局俺はハゲてんじゃん。これちょっとこれこれねこれは違う。これは違う。これ赤い人。これ黒い人じゃない。赤い人と黒い人は関係するわけ。黒い人動くから。黒い人動くから。動くタイプのやつだからさ。何を言ってんだ。赤い人赤い人動かないタイプのやつだから。もう意味が分かんねえんだけど。ちょっとドクさん一回自分で燃えてみっつってんだよ、育つから。このくだり育つから絶対。俺の勘は正しいから。これこのくだり育つから、うん、ちょっと燃えてみて。俺一人自分で。そう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 。だって黄色い人だもんみんな。黒い人生まれちゃうじゃん。だってそしたら登場人物たくさんいるんだ。色で黄色い人物たくさん産んじゃダメだから。黒い人一人でいいんだから。じゃあうん、ちょっと行ってみてもらっていい。ラムさんが今巻いてるやつ引火しちゃった。いやいや大丈夫大丈夫、燃えないから。いいよ、これ燃えないから。おいおいほら、そそんおいそん、あっちょっとあっちょっと落ちた。あ、黒人、黒人出てきちゃった。いやだ怖い、黒人出てきちゃった。いや気持ち悪い。おいおい、ちょっと大丈夫か。おいちゃんと落ち着くってくれてると思ったよ。黒い人いた。怖って終わるなら俺は焼ける必要なかったろ。黒い人出てきちゃった。俺毒さん出てくる、俺毒さん出てくるなって思ったんだけど、黒い人出てきちゃった。あんまり今日黒くねえな。でもおいおい、人焼いてからそのリアクションなくね。俺焼かれてんだわ。ごめん毒さん、ダメージ半分持ってかれてんだ。今日黒い人の人火じゃねえわ、ごめん。もうやめよ。俺そんな適当な運任せじゃ。ごめんな。今日はそんな日じゃなかったの。ちょっと今日の黒人チャレンジ失敗だったわ。してそこに嫌がるかね。すみません。なんかこんなのに付き合わせてすみません。本当になんかもう鬼は外だなこの野郎。鬼は外する。鬼は外しよう。行こう。鬼は外しよう。行こう。今日準備できた。うん、できたよ。これ確実に一人は死ぬぜ。行こう。いいの。大丈夫、誰も死なない自信はある俺。うん、マジで？誰も死なない自信はある。大丈夫。俺たちは守られているから。行くよ。獅子神様に。鬼は外。僕は死ぬ。俺セーフ。俺来てる。あれ来てる来てる。あれ。ちょっと待って、あの。ちょ一人いないよ。ちょっと待って、面白いこと見つけた。ちょっと待って、俺の瓶が真っ黒になった。嘘。俺の火炎性密造紙真っ黒になってる。見て、これが今日の黒い人です。皆さん落ちましたね。これで落ちましたね。え、なってないの、幼稚園の画面ではなってないの。俺の黒い人出てない。いや、なってない。嘘でしょ。俺だけ？こっちで、うん。俺だけ？いや、ちょっと待って。写真撮る。あ、でも俺もなってる。真っ黒だ。黒いでしょ。うん。これが今日の黒い人です。あれ、ヨーチン殿が。うん。耐えきれなかったね、黒い人に。黒い人の下りの。なんでその影響？不安感に耐えきれなかったんだ。わからなくもない。ちょっとさ。今の一連の流れで一切僕の死に触れられなかったのが僕の話だったよ、うん、ちょっと何言ってか分かんない。なんでもう黒い人誕生で盛り上がりやがって。ちょっと分かんないっすね。俺は半焼けなんだよ。ごめんなさい。なんかちょっとよく分かんない。触れてくれ。よく分かんないっす。よく分かんねえはないでしょ。あなたがこのくだり作ったんだから。今日本語しか分かんないんだ。ごめんなさい。なんかいやでも意思疎通が守らないのかよ。やってらんねえじゃん。なんかね、うん、
もうちょっとね。いや俺ちょっとね、こんだけ長いことやってて実り全然今日ないじゃん。おい、金稼ぎと経験値じゃねえの？え？じゃなくて。黒人作りに来たんじゃなかったっけ？いやあれ実ってねえわ。あれ俺信じてねえからな。あれ違えの。違えの。いや信じてないよ。あれ？俺黒人来るって聞いてきたんだけど。何しに来てんだよビッグバレーに。この野郎。違う、違うんだ。ビッグバレーはそういうとこじゃないよ。俺黒人にサインもらいに来たんだけど。会えなかったじゃん。じゃあうん、ネットワークエラー、収集か。ダメ民系だな。ついに出ました、ビッグバレー放送から1年経ってようやく出ましたね。わもう気づかなかったふりをしてたけど、ダメ民系なんだこれっつって、うん、ダメ民系だ。すげえ馬車がやべえ動きしてっけど大丈夫これ？荒ぶってる？あの馬が動いてないけど馬車が動いてる。わかるかな？なんとなくイメージ、なんとなくイメージ湧く？うん、馬は動いてない。うん、ただあのちゃんと馬車と馬はあの連結されて、すっげえなこれ。マジかこれ。これマジか。これ動画に残ってますからね皆さんね、あの必ず流しますよこれ。すっげえ。いやあの嘘だろ、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、これさあの大丈夫かな。レベッカさん見えてないよ俺には。ちょ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 、これさもしかしてさあのあの俺見えてないよ、チートの人いるとかじゃないのこれ。え、見えてない？みんな目の前に馬車、もういないよ。ちょっと遠目に馬車走ってるの見えない？どこ？この中だ、何もいないよ。え、じゃあここら辺の柵全部壊れてるの見えない？ここら辺の柵全部壊れてるの見えない？あのね、っていうかね、幼稚園さん瞬間移動してるみたいになってるね今。あ、本当に？多いのかな？馬車も見えないね。ダメか。わ、エロい絵描いてるこのお姉さん。すごいエロい、エロい絵描いてる。右の子ボニーだな。あ、違うわ。このお姉さんの描いてる絵ちょっと見てごらん。え、エロい絵描いてる。双眼鏡？エロい。後ろからエロい。マジで。あ、あ、あ、あ。描いちゃった。俺もエラ落ちしそうだなこれ。マジか。なんかすごい、いやすごいよ。さっきから荒ぶってっからちょっと。すごい、いや荒ぶり方すげえんだわ。あの本読んでるこのおばちゃんは。どんな本読んでるのかな。いいな、でも あったかいじゃん。あ、じゃ、嘘。イモちゃん、嘘でしょ。関係の勢いを蹴ってったんだけど、あの人。嘘でしょ。嘘でしょ、俺ちょっと。おい、息してねえぞ。息してないっておばあちゃん。イモちゃん、びっくりしたよ、俺。俺、イモちゃん、そんなキャラだと思ってなかったから、びっくりした。まずいよ。ババア蹴り倒して、逃亡するって、マジで。育ち多分俺と近いわあれ。やべえな、同じもん感じるよ。あ、結局何、皆さん集合できそうの？とりあえずどうする、あの、うん、セッション変える必要があれば言ってね。え、なんかいるよこれ。追われてんの誰か、大丈夫か。終わらないけど。いやー、あれ、ドクさんのボロ屋はどこ行った？言い方悪いんですか。僕のマイホームですからね。ボロだっていうの悪くない？あれ、どこ行った？ラムさん、風が、なんで半笑いで探すんですか？風が吹くたびなくなるから。そっか。うん。あ、そっかじゃないんですよ。僕だってあれで生活してるんですから。ちょっと見えたり見えたり見えなかったりする。見えなかったり。あ、そう。協力で頼みますよ。あれ？協力で頼みますよって違う人と協力プレイしてるのこれ。どこにいるの君たちはそれで。今ね、NPC と殴り合いしてるこれ。あ、本当だ、いる。ねえ。あ、いた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 。で、なんか、テキサスアウトロー。そうそう、その方がね、うん、共闘してくれてるんですよ。テキサスアウトロー1。よいしょ！よいしょ！いた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 。あ、こうだね。うん。で、イモちゃんがここにいて。ダメだよ、銃使ったら。うん。ヨウチンとラムさんが今、ログインしてるとこ。うん。ん？ログイン？ラムさんどこにいんの？今ボラクォーターに着きますよ。あ、本当に？じゃあ写真館に行きましょうか。うん。はい。
で、リーダーが確かなんかやらなきゃならなかったからね、あの集合写真とか。了解です。うん。銃構えたい、ねね。ただあの、たまに銃、銃持ってないけど、銃。うん、エアプレイ、ね、エアプレイしてたね、確かね。ダサいぜ、この銃社会でエア。おい、ちょっと、まず帽子かぶれ。俺、ダサいな、やだな。あ、ちょ、俺も帽子かぶるわ。帽子なきゃダメだよ。うん、あれだ、ブラックウォーターだな。むきみを出すなよ、頼むから。むきみって言うなよ。皮むいた感じにすんな、頼むから。表現悪いんだよな。それ悪口だな、普通に。元は違うじゃん。なんで？うちどうしたどうしたちょ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 、幼稚園今行ってなんだこの馬あ、もう帽子脱いちゃってるよ。ブーン死んだぜおいおい、うちの民警団員が死んだんだけど頼む頼むくそうちの組合員をこの野郎起こせやグッてほら起こせ拳に力が入ってよ。ボタンちげんだよ、それ丸だよ。三角だよ、三角押せ。あ、三角なんか押しじゃないか。そうだよ。あ、間に合わなかった。しん助からなかったよ。助けなかった、運まで強く生きよう。助けなかっただよ、言い方違い。助からなかったんじゃない、助けなかったんだよ。きたねパーティー入れない、ちょっと待って。あ、ねえ、うん、あれ、ドクさん、もう一回誘って。はい、また誘うの忘れたろ。いやいや、なんで俺の方が疑いかけられてんだよ毎回。ちゃんと誘ってますから大丈夫だから。本当か、同じセッションにはいるんで。うん、大丈夫だよ。いや、いたいたいた。オッケーオッケー、こっから。え、あ、これ帽子がない。いやー、正体飛ばねえなこれ。民警団に招待がまたあのやつで、コンテンツに入ってやつ。ああ、なるほどね。なんでだよ。ドクさん。はい。どうしたの、どうしたの。いやいやいや、幼稚園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 、あれが、幼稚園、あれがね、あれがね、彼の清掃なんです。幼稚園。あ、あ、幼稚園ね、これがね、清掃なの。びっくりするでしょ。びっくりするでしょ。清掃にしようか、うん、清掃、そう、清掃してくるよっつって、変わってねえよって、変わってないよって、うん、あの常にね、あの清掃だった幼稚園。びっくりするね、常にね、清掃、清掃だったんです、あの人。うん、びっくりしたね。もういい、あ、いいよ、もうこっから動かない。そう、ラムさん行ったでしょ。あ、幼稚園、幼稚園、一回民警団何か捨てて。幼稚園、今にも落ちそうなぐらい瞬間移動してるよ。ちょっと怖かったよ、ね。幼稚園の声がね、もう飛び飛びで。うん。なんだろうね。今、もしかしたら九州が。うん、ゆっくり日本列島から離れてっているかもしれない。恐ろしいこと起こってんじゃん。徐々に。そういうことは考えられない。日本海側にってこと？うん、そう。恐ろしいね。じゃじゃじゃ、インド、あの、あ、インドシナの、そう。清掃してないね。いや、厳しい判定ですね。幼稚園聞こえてるかな？民警団一個。何か。しょうがねえな、俺のおしゃれコーデ見せるか。あら、落ちたなこれ。幼稚園さん落ちちゃった。うーん、あのアライグマ馬に乗ってる。え、嘘。嘘でしょ。ちょっと動きないでしょ。どこどこどこ。何度か見慣れてるはずですよ。そんなわけないよ、ラムさん。アライグマだもん。だって白い馬に乗ってるよ。いやいや、無理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 。アライグマだ。ってんちゃん、そんな笑うことじゃないですよ、ね。まず馬の上上がれないでしょ。今一生懸命追っかけてんだけど。マジかよ。俺だって清掃したらかっこいいんだぞ。あれ。これさ、俺マイクボリュームちょっと設定大きくしてるはずなのよ。これやめよ。これさ、まあ、だいたい、いや、だいたい被害受けんの俺とドクさんしかいないんだこのくだり。やめよ。お互い傷ついて帰ってるわこれ。
ノクさん、いい、いいやん、それ。なんかあれだね、あの、うん、海賊。そう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 。海賊として生きていけばいいじゃない。ワンピース。どうだな。ワンピース探しな。旅に出れないよ、俺。家にいたい。家探してくる。ただ、お腹空いてるっぽい。そうだね。遭難中じゃない。ご飯は、ご飯は食べてください。ご飯食べてないな。ご飯は食べてください。食べます、食べます、ちゃんとお願いします。はい、いいよ、これいいよ、気にしないでほしい。ドクさん、ちょっと目、うん、イケメンだね。気づかれちゃった。まあ、チャームポイントでやってるんですよ、目を、うん、痛いとか、生まれつきで、僕鼻筋も通ってる本ってよく言われてたんですよ。どうです？ワンピースにそう。ワンピースに清掃でいるやつもなかなかいないから難しいと思う。そのちょっとそのランプ近づける感じちょっときついな。なんか俺がなんか悪い人みたいじゃないですか。どれどれ？距離感がおかしいんだよな。足元見るな。失礼だぞ、そういうの。ええー、大丈夫だって。あ、でもおしゃれな靴履いてるじゃん。うん、でもちゃんとあの靴のサイズも合わせて 27.5 ちょっと大きめのサイズ買っといて。足大きくなっても成長しても大丈夫っていうことで、うん、先のこと考えたおしゃれです。はい、よくできました。あわれたさ、それをそのリアクションが人を傷つけるって言っただろ。ちゃんとうわー、ちゃんと先のことも考えてて、うん、ラムさんありがとうね。うん、ラムさんありがとうね。もういい、うん、もういい、もう休むわ、もう休む、もう休む、ここでここで休んじゃうから。ほら、元気出しなよ。元気出しなよ、ドクちゃん。どうせ陰口言ってる。200円あげるから、200円あげるからさ。200円くれるの？うん。その方がいいでしょ、だから絶対。うん。うん、じゃあ行くよ、みんな。200円。うん。200円、200円あげるから。うん。200円あげるから。200円。うん。ちょっと、おいおいおい。どうしたラムさん。ん？パンツ見えんじゃねえの？見せてるんだよ。いや、引っかかっちゃった。うわ、俺カメラアングルとかめちゃくちゃ変えた今。悔しい、今の。今のちょっと今の動画に残してあります。おい、やめろよ。編集の仕方によっちゃ俺はもうやばいやつになっちゃうから。大丈夫ですよ。今頃ですよ。今頃っていうツッコミもおかしいですよね。何の評判変わんねえから。そんな悪いの俺。もうだってボーイフレンド過去からやってるなっていう界隈でのイメージ。いや、あれは2日ログインでやめてるから。そのうちしゃくれ出すよ。うん、しゃくれて言うよ。あいつ呼ぶなよ。俺のコンプレックスになりてたんだから。あれ、顎、磯野さとしくんね。磯野さとしくん、あ、出てきちゃった。出てきちゃったよ。よくない、俺本当にしゃくれちゃうわ、これダメだ、よくない。え、ちょっと、ヨーチンさんとこ行けばいいんですか、これ。まだ待って、ヨーチンが教えてくれるから。もやもさん、可愛いね、でも、キャラデザインね。ね。てか、あれだよね、やっぱ、女性キャラクターってこんだけ露出してると、やっぱ、なんで警戒し始めんのよ、いもいもさん。俺、そんな目で見てないですって。最低。いや、自分構えんなって。最低よ。違う、それは、そんな感じ。いやいや、誘ってんだよ、あの動き。ほら、見ろ、あれ。誘ってんだよ。俺、追っちゃうよ、あれ。警戒してるんだって、警戒。警戒してるの、やめてって。近づかないでって。どんな絵なのよ、これ。あ、見える。見える、見えるじゃないんだぞ。ドクさん、一人称で、あの、しゃがんで歩いてごらん。エベクさん、それもう、やってた。やってた。通りで。追ってたわ今。通りで。通りでってなんだっけ。え、ちょっと幼稚園がなんか言わなかったっけ。だから幼稚園のとこ行くよって。セッションに参加ね、招待しないで。幼稚園さんとこ行こう。じゃあ。いいよ。こっちが飛ぶ。いや、もう誰だよこれ。もうエドワード。なんだよね。全然違う人出てきた。イメチェンがすごいぜ。
俺のことよう言うわ。ハゲとるやないか。ハゲてんの？ハゲてるぜ。マジか。でしょ、うん、僕もね、センス見せるときは見せるから。みんな入れたね。これで。かわいい？え？いや、もう早く入っちゃった方がよくね。く表でやってるより。そうね、早く行こう、早く行こう、早く行こう。うん、民警団の、肖像写真を注文する。よし、1、民警団のやつに入る。1、大事、これ1大事よ。うん、1大事よ、ほんと。あ、イモちゃんが、イモちゃんの顔がリセットされてる気がする。あれこれ、あ、センターがレベッカさんか。うん。どうする？どのポーズにする？銃構えたい。銃は構えときたいですね。ちょっと一回全部見てみる？髪型セットだね。あ、かっこいいこれ。ああ、これがいいじゃん。これいいじゃん。かっこいいわ。かっこいい。うん。ほんとだ、みんな、みんなキャトルマンだ。ランさん、アインしてるじゃん、アイン。アイン。